はい、皆さんこんにちは。普段とは全然違う話なんですけど、ちょっと面白い話があるのでシェアしようかなと思います。それで今日の話ですけれども、よくね、昔その乳酸っていうのは疲労物質っていうふうに言われてまして、筋肉が疲労すると乳酸がたまるんですよ。ですから体が疲れるのは原因であるということが今までよく言われてきたわけですけれども、何年か前にね、NHK の試して合点だったと思うんですけど、乳酸が疲労物質なのではなくて、疲れた時に乳酸が出ることによって疲労を緩和していると、そういうのを聞いたんですね。でその時に私ちょっとびっくりしました、ね、私また先ほどね、調べてみたんですよ。実際にその乳酸がどういうふうにできるのかっていうのを調べたんですけど、どうやらその人間っていうのは糖質を分解してエネルギーを得てるんですけど、分解する過程でまずピルビン酸っていうのになるんですね。でそのピルビン酸っていうのがたくさん出てしまって余ってしまうと乳酸になるようなんですね。そういうことで結局だから疲れると当然、よりたくさんのエネルギーを欲してますから、よりたくさんの糖質を分解しようとするわけですね。でそのせいで当然ピルビン酸もたくさん出て、で乳酸もできるということで、それでずっと誤解されていたようなんです。でこれって割と2000年代、2010年代ぐらいになってようやく分かってきたようで、私が昔読んだ SF 小説には、とある SF 小説でその乳酸は疲労物質であるというような記述がされてまして、そこから見るとね、その SF 小説は遥か未来の話なんですけど、科学技術もそういうことに対する知見が遅れた世界みたいな感じになっちゃってるわけですね。それっておかしな話ですけれども、ただSF とかファンタジーのリアリティってそういう細かいところにこだわりすぎるとやっぱ出せないんじゃないかなと思うんですよね。だってね、さっきみたいな重箱の隅をつつくようなことをいくらでも言えますからね。だからなんかこう、なんていうか、これはリアリティがない、あれがリアリティがないっていうのは、なんかそれはそうやって言うのは簡単ですけど、ある程度そのナラティブが自然であれば、要するに物語の展開として自然であれば、それでそのまま通ってしまうんじゃないかなって私は思いますね。だからなんか SF とかファンタジーで確かにその細かいところにこだわるのはリアリティを出す上で大事ですけれども、あんまりなんか完全に完璧なものを目指そうとしても難しいんじゃないかなっていうのが私の意見ですね。